今回は100均で買ってきた焼き物にちょっと穴を開けて植木鉢にしてみようかなと思ってます。で、ダイヤモンドホールソーっていうのがあるので、それを使って底を削って穴を開けるみたいな感じです。まずドリルにホールソーをセットして、よし、あと摩擦がすごいっぽいので水も用意してます。全然安定しない。そんなわけで穴開きました。多分こっちの方が磁気でめちゃくちゃ硬いやつだったと思うんですけど、結構大変でした。音もうるさいし、なんかもうやらないんじゃないかぐらい大変です。やるとしても陶器の方が楽というか良さそうな気がします。
というわけでちょっと早速これに植え替えていこうかなと思います。よいしょ。こんなオセロみたいなのかな。できました。鉢底砂を入れてきました。で、植え替えるのが植えてみようかなと思います。